ね。さあお仕事よ。またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとかっこ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用できるわよ。あの二人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはず。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ。ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。ふん、まあ頑張ってこい。愚か者がいたとは。まさに身の程知らずも甚だしいというやつですね。すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。フリーザーまだ気づいておらんが、メイルは時間稼ぎをするつもりじゃ。フリーザーがご飯かのもとへドラゴンボールの合言葉を伝えに行っておるからと。だが、そのパワーはこれが最後の報告にします。リンカルにドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。え？そうすると地球人たちのところに着く頃だ。お前が死にかかって合言葉を伝えにな。何にはターレスとスラックを探し出して。ちょっと待って。そのターレスとスラック、ドラゴンボールのそばにいるみたいよ。なんじゃと。ご飯たちのドラゴンボールを奪いに来よったのか。今から助けに行っても間に合わんぞ。どうすればいいんじゃ。しょうがないわね。一回戻ってらっしゃい。はあ、ごめんだ。お前何言うようなこと言っとるんじゃ。非常事態じゃぞ。だからこそよ、おじいちゃんは黙っててちょうだい。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。